や千日前の魚のジンベエさんに来てまーす、暑いの今日はほんまつらそう、まあね暑いから今日は、まあ、まず何にしようかなと思って、うん、でも悩む日本酒で行っときたいなと思うんですけど、練習やったらちょっとあんまり酸っぱすぎてまだそうやなまずは日本酒のちょっとソーダ割りっていうのを無茶ぶりして、メニューにはないけど行けるかどうか聞いてみます。はいはい、はい、松原さん、日本酒のソーダ割りってしてもらっていいですか？なんなりといい、はい、そのまま言っていい？今日銘柄は選んでください。どれにしよう、はい、割ってしまうやつはあんまりね、あの臨場とか指導が低いやつやったらちょっと負けちゃうから、ちょっときつめの方がいいかな。きつめのっていうことは指導が高いやつやからプラスの高いやつね。そうそう、で今ちなみにうちの店で一番高いのがこの三つ盛り、三つ盛り、はい、岐阜のお酒。じゃあその三つ盛りのソーダ割りお願いします。あのね、すごいこういうの嬉しいなと思うんだけど、日本酒って書いてある、日本酒の何かなってわからんやんか。ゼロを基準にプラスになるほど辛口、マイナスになるほど甘口、ちゃんと書いてくれてあって、プラス16やから、まあソーダで割るからこう強いっていうかね。今日のお召し物は、はい、なんかええ感じやん。そう、夏の着物です。なんかあの色、多分いろいろあの着物のことをご存知の方はあのええー、って。よくわかんないんです私もあの夏の着物っていつも夏は浴衣しか着んから、うんうん、その着物ってほとんど着たことがなくって、うん、もう今日本当初めて着た着物と初めて着たの結んだ帯で、はいはい、もうてんやわんやしてたんですけどなんとか間に合った。はい、間に合いました。ありがとうございます。いいやん、それこれ道さかりの、はい、ありがとうございます。今日もええ店作りますって、すごいこれオリジナルのグラス、いい感じ。今日もええ店作ったやんねえ。乾杯、乾杯、いただきます。うまい。お通しどんなの？丹波篠山の万願寺唐辛子と、はい、静岡の美味しいシラス揚げ浸し万願寺です。いいね、これも飲みなさいよっていうお通しやな染みてる、最高に美味しいです。はい、インカの目覚めのポテトサラダ、はい、こちらのインカの目覚めもさっき言った篠山の無農薬です。ジャガイモ、糖度の高いジャガイモ使用してます。松原さん、他はどんな具材入ってるんですか？それは企業秘密。企業秘密？言われへんよ。マジで食べて当てましょう。当てますよ。そうよね。あ、一つ言い忘れた、愛が入ってます。愛が入ってます。オリジナルお皿え、そうやめっちゃやろ。いただきます。あ、ハムは入ってるね。うん、インカの目覚めってあまりね、どんなやったっけ、ちょっと黄色い、黄色いよ今さ、わかる？わからんわからんのかい。でもこのハムのね、ハムのこう塩塩味とインカの目覚めの甘みがいい。卵も入ってる、うん、玉ねぎも入ってると思うね。マヨネーズまでちゃうかな、うん、でもやっぱりちゃんとじゃがいもの味を美味しく残すためにそんなにあのコテコテに味をつけてない、うん、もうこのまったりしてるところにまたいただきます。あ、ちょっとね、怖いって言ってしまった。ほっさい、ほっさい、恐竜かと思った。いろんな引き出しがあるね。じゃあ今のしまって、はい、ヒラソーダガツオ、淡路の天然ヒラメ、ハマツサワラ、こちらも淡路の黄金ハム梅肉、岩手から来た新平煮目のアイナメ油目ですね。
こちらも岩手から空輸された水だこ。中央は鳥取の生本マグロの中トロですね。前の黒いお醤油でどうぞ。はい、ありがとう。うん、でも聞いてた多分、神経締めって言ってた。お作りが来たので、練習行かせていただきます。日本酒度、高いのから順番に下に下がっていこうと思います。おー、行くね。高いのから行くのかい。おー、おー。さすがいい。うー、めっちゃかっこいいね。ゴールドだから。じゃ山梨。ああ、富士山これ。富士山。あ、山梨やから富士山。富士山ね。なるほど。ストップ言わない、入れまくるよ。あー、もったいなすぎる。向かい向かいも。失礼しました。あ、こっちで歩かないで。眠る。眠る。これは、ちょっと。きますけど、こちらグラスで390円で いいのか、いつものスタイルでいただかせていただきます。なんか飲めんの、これで。どうや、おいしい。富士山麓の雪解け水のよう。いや、マジでおいしい。日本酒とたぶんキューって書いてるけど、そんな辛って感じじゃない。美味しい。ありがとうございます。松原さん、ハモどこのハモでしたっけ。淡路の黄金ハモ。淡路ってすごいいいね、はい、水ののと、はいはい、水流の流れ、鳴子の渦潮の揉まれた、うんうん、いただきます。その香りがしてはる。してはる。してはる。ピリ辛ネギ醤油とピリ辛ネギ醤油、あと水分のグラタン。水分のグラタン。はい。まだもういっぱいすぎてまだごめんね、このスタイル。ピリ辛グラタン。最高です。ごめんなさい、こんな感想しか言えなくて。もうね、うん。持って出来にしたらなんかカスってなるなってるのとかあるやん。もうしっとりしててブクブク。出来の具合が素晴らしい。これこの日本酒なめない。それ390円、ありえん。止まってた、ごめん。ごめん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 。あ、でもどこ行ってんのかな。あ、4万ぐらい。サンサンフード。ほいほい。ちょいーちょいーらららら。おもれれるわ。ちょっとやめてやん。トウキさん出てきた。ビャーってなったらもったいない。柔らぎきた、ありがとうございます。なんでここのお店はこの男前が多いんですか。見逃してた。え、松原さん、あのお店は男前が多いのはなぜですか。あ、面接が厳しい。面接厳しい。マジでイケメン料理長にイケメン店長、ね、もう僕はもう残念、最年長。最年長、超もついてるけど。おもろい店やな。すっかり空っぽになりましたので。早いね、早っ。もう乾いてる、ほら見て見て。ちょっと乾いてる。そんなに待ってて。とりあえず乾杯。あ、次行きます。日本酒道で言うと9の次は7。すいません、追加ください。追加今ダメか。店長さんです。おめでとう。ワンダフォーシーフードグラタン来ましたか。ワンダフォーシーフードグラタン来ました。ワンダフォーシーフードグラタン。お酒の勉強しようと思う。また駆け出し聞き酒してた。見てほら、すげえ。日本酒大使館
今日の今のお酒は随館から広島です。これもそれで広島です。遠ざけていいですか。ありました、ついた。山岡酒造さんです。地酒は文化を合言葉に、地域の生活、文化に貢献する酒造です。日本酒の味わいを大切にし、自然農法、合駒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 、ちょっと違うお酒やけど、でも山岡酒造さんです。って言ってちょっとこんなんで勉強してます。いただきます。早いな、個人の。早く飲みたかった。まろやかやね。そうそう、あのさっぱりしてるとかじゃない。ふわって丸いお酒。うん、絶対これに合う。ちゃんと合わせてオーダーしたよね、知らん間に。正規の目を持ってない。絶対これみんなトロントロンやね。フグしようか。いや別に食べる。ノーサンキュー。いいよいいよ、先に私が食べる。いるんかい。何ですかこれは。ワンダフォー。さっき何回も言うてたで。ワンダフォーシーフードグラッタ ー。 シーフードグラッター。じゃあ 今口の中イカ入った。これもうや日本酒合うね。まろやかとまろやか。まろやかと、まろやかって言った方は、そっから声がこぼした。もったいない。あ、悲しい。その声やった。マリアージュの声と思った。こぼした声。一滴たりともこぼしたくない。はい、どうも。ありがとう。これもうずっと、これ延々いけるよ。何無限大じゃなくて、何だっけこれ、スパイダル。無限大じゃん。無限大、え、何これ、スパイダル。何の、ほら、無限大、ずっと続くやつ。ガンジャネイト。そう、間違いない。そう、エリサさんは、え、何やったの。これ行って、あれ行って、これ行って、これ行って、あれ行って、これ行って、ループ延々ループいけます。で、何が入ってるの。イカとイカとイカと、はい、愛情、はい、あ、すごい、ルン名前何やったっけ。ワンダフォーシェフドブラッタ。覚えた。頭をするのも若い人がこうやって言われてる。急に静かになった。